撮りたくもないんだけどさ、映っちゃってんだよね。ちょっと消えて。置いてもらっていいよ。ちょっと消えて。ちょっと邪魔。って言いながらもう落ちないけどね。全く好きなんだから。メスプレスなんて余裕だね。え？中にいないと余裕だね。コートの中に入ってなきゃ大丈夫ですよ。檻の中だと、だって猛獣と一緒だよ。そりゃ無理でしょ。新米飼育員みたいな。すいません、すいません。その大会中、女の人のお母さん落ちたの。座ってきたの？間違って。いいな。いいな。それいいな。あれもう背中だと思う。最初の。本当バカのさ。ちょっと笑わせないでもらっていいですかね。カルピスにほとんど倒れた感じです。ゆっくり。何笑ってんだよ、カメラマン。もう一回言って。嫌だよ。くそ。寝癖治ってきたかな。もう一回使ってたかな。もしかしてだけど。もしかしてだけど。混ざれてかった。プレー以外で。いや、今のシュートはうまかった。うん。今撮ってなかったでしょ。撮ってたよ、ちゃんと。撮ってるよ。ゲラゲラしてっからだぞ。いや、撮ったっつうの。集中してるわ。中に入ってテンパったんで。超ふわふわしてるから。しかも無理なパス出した。誰も走ってねえよ。遠慮してんだよ。言わねえよな、もうやめろ。入っちまえ。やめろ。今そのビクビク祭りじゃん。ほら、取れなかったじゃん、今のシュート。ビクビク祭りだ、ワッサイ、ワッサイ。ゴーテンポールみたいな。あれ、失敗だな。本当だよ。お前らが。俺メッシにしかすごいってない。最悪だなそれ。逆差別だ。そういうのってなんてか知ってる？いじめっていいの。やめろよ。ね、夏。
上原子ちょっと邪魔。なんで顔でかい。存在感がでかいからな。え、どれどれどれ。ちょっと待って、画面の半分以上入ってますよ。存在感のもの。小栗旬でいいと思う。この角度、小栗旬。この角度はもはや。やばい。こっちです、こっち。こっちで合ってますよ。でも、どっからどう見ても似てないよ。うん、痛い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 。おー、ナイスクリア。黄色い声援が飛び交います。ラスト。ナイスクリア。